佐古川橋梁は、神奈川県足柄上郡三北町の御殿場線、三北駅から国外駅の間にあり、佐古川にかかる鉄道橋である。下流側から第一佐古川橋梁、第二佐古川橋梁、第三佐古川橋梁の三つの鉄道橋があるが、本校では一括して衝述する。第一佐古川橋梁第一佐古川橋梁現在線、元橋の形式は、 上地式プレートガーダー橋、単純下地平行原ワーレントラス橋である。現在のものは三代目に相当する。上り線1901年に、上り線を増設する形で複線化された。第二佐古川橋梁現在線、元橋の形式は、上地式プレートガーダー橋である。現在のものは三代目に相当する。上り線1901年に、 上り線を増設する形で複線化された。第三佐古川橋梁現在線、元橋の形式は、高図法が単純下地平行原ワーレントラス橋、沼津法が下地極限プラットトラス橋と異なっている。1972年の水害で東京梁が流出した際に、よそからトラス構え体を流用したためである。現在のものは4代目に相当する。 上り線1901年に上り線を増設する形で複線化された。ロケ地、東方 SF 特撮映画地球防衛軍の作中避難民が渡るシーンに使用。ありがとうございます。